さあ第2課にやってきました。7ページのテキストを開いてください。第2課、自己との出会い。そして次8ページを開いてください。第2課の絵を出していただけますか。第2課の絵は前に出ている牢獄の絵です。牢獄の絵。この絵を横に置きながら話を進めていきます。はい、9ページを開いてください。第2課、自己との出会い。イントロダクション。私はどこから来てどこへ行こうとしているのだろうか。この問いに対して明確な答えが得られるまでは人は決して安らぐことはできません。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月を星を見ますのに、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。と詩編の記者は歌っております。大自然を見るときに、私を作られたお方がいる、私がこの世に生かされている、本当に不思議なことだなと思わざるを得ませんね。しかし目的がない人生ってのは本当に虚しいですね。私の体験そのものです。まあ、ハーベストタイムでいろんな方のインタビューをしますが、クリスチャンになる方に2つのタイプがありますね。一つは大変な試練があって、その苦しさの中で神に叫び救われたというタイプの人。2つ目は特に具体的な悩みがあったわけではないけれども、虚しくてしょうがない、目的が分かんないから、それで聖書を読み始めて、あるいは教会に来始めて神様に出会ってクリスチャンになったということ、2つがありますね。皆さんどっちのタイプですか。私はどちらかというと悩みがあって、それから神を求めて救われているという方、ちょっとやめてみて、どれがやる。はい、私は特に悩みとかいうことじゃなくて、もっと虚しさとか目的とかいうのがあって、それを求めたんだという方、どれがいます。どちらでもない方は気がついたらクリスチャンになった。そういう方もいるかもしれないね。それは神様から招かれてるからね。だから新しいジャンルを作らねばなりませんね。その どちらにも属さない方もいる。私の場合は完全に虚しくて意味が分からなくて、そして教会に導かれたというタイプです。もう大学になってね、本当に虚しかった。もう何で生きてるのか分かんない。もう皆さん私の顔見てると、こういうタイプの人って凝る方だと思わない。思うでしょう。その通りなんです。本当凝るんですよ。肩も凝るけどね。凝り性ですね。だから先を見ないと納得できない。どこに行こうとしてるのか。大学時代、大学入学してね、たっぷり時間があるでしょ。もう先のことを考えるわけですよ。ここを出て会社に入って、そして大きな家を建てて、いい車に乗って、どうのこうのこうのこうのって考えていくわけ。最後に見えてきたのが160センチぐらいの木の箱ですよ。それ論理的にはそうなるじゃない。あれが見えた時に本当に虚しかったね。死ぬのが怖かったね。人は死んだらどうなるのか。人生不可解、本当にわからない。その時に神様が近づいてくださったんだよ。僕の大学の寮の部屋で、僕が2年生で下級生が入ってきた。クリスチャンだったの。最初変なのが来たなと思った。でも彼に導かれて教会に行くわけね。彼が来なかったら教会行ってないですよ。教会に行くときに無神論者だからね、徹底的な。軽蔑してます、若干クリスチャンを。自分は悩んでんだけど、
クリスチャンになってね、問題もなく嬉しそうな顔して生きている人を見たら若干軽蔑してますよ。クリスチャンは心が弱い、だから神を信じてんだ。さもなければここが弱いとこう考えておりました。で、僕は大阪出身で、小さい頃から親父が、ケンイチそろばんはできなあかんぞって、そろばん学校行って暗算がすごい得意なんです。教会に行く前に計算したんです。神なんかいないのに週に1回一生の間教会に行ったら何時間ロスをするかという計算です。そしてその紙を持って行きましたよ、教会に。さすがに見せなかったけどね。一つ感じたのはね、一般の世界では感じられないようなね、あったかい雰囲気があった。それに惹かれてずっと行くわけですよね。でも虚しかったね。その虚しさは何とも言えないね。もう夜だって2時頃に寝るわけね。朝10時頃ですよ、起きるの。起きた時にね、また今日も一日始まるのかと思って、本当にね、極端な時に涙がね、ボタボタボタっとね、もう1年ぐらい洗ってないシーツの上に落ちるわけね。そういう毎日でしたよ。変わりましたね。本当に変わりました。今もし僕が神様知らなかったらね、今もう60超えましたからね、本当に虚しいと思う。だから日本で神様知らないで今定年迎えてる人はたくさん出てるでしょ。実はチャンスなの、伝道のチャンス。みんな虚しいと思う。そこで聖書は私たちについてどういうことを言ってるのか見てください。これがクリスチャンになる前の私の状態です、あるいは多くの人の状態です。1番目、ご一緒に読みましょう。どうぞ。人は神の形に似せて創造されました。1番目です。人間の心にハート型が書いてあるでしょ。あのことを言ってるわけです。これはね、絵の概念としては、人は進化によって偶然発生したものではない。創造主の最高の作品として作られ、他の動物には見られない次のような特徴を持ってる。僕は教会に行く前は人間は進化によって発生したと思ってました。当時は人は猿から進化したって言われてたんで、今はそんな単純なこと言わないよ。もっと複雑に言ってますね。最近は猿と人類は共通の先祖から進化したという言い方をします。だから猿から来たんじゃないんです。ということはちょっと皮肉っぽく言いますと、進化論自体が進化してるんですね。意味わかるでしょ。だけど僕は当時は人は猿から進化したとも教え込まれてますからね。小学校、中学校、高校、それ以外のオプションがないわけですよ。教会に行った時に確信持ってるわけ、私は猿からって。だから中川さん、あなたは神の作品ですって言われた時に僕は言いますよ、いや猿からです、いや神の似姿に似せて作られた最高の作品です、いや猿からです、猿からして、だんだん猿に似てくるわけね、こうやってね。で、人はね、自己認識すごい大事ね。私が何者かっていうのを認識した時に正しい生き方が生まれてくる。だから偶然にしか存在してなければ全部偶然なんだから、意味を問うこと自体がおかしいじゃない。人は自然界の一部ですよ。だから自然のものを食べ、それを消化しエネルギーとしていただいてますよ。動物と人間にはよく似たところがたくさんあるから、動物実験をして薬品を作るわけでしょ。人間は自然の一部です。でもなぜ神の形に似せて作られているというかというと、人間の魂のことを言ってるんです。それが次ですね、人間には知性があります。人間には感情があります。人間には意志があります。人間には霊性があります。この上の3つ、知性、感情、し知情、意、この3つをまとめて魂と言ってもいいでしょう。4番目が霊性です。それで
どんな人でも上の3つは持ってます。知性、感情、意志、魂まではこれ魂ですね、これを持ってます。4番目の霊性、これはクリスチャンになる前の人は神との交わりが途絶えているから霊的には死んでいます。人間は魂と霊と肉体を持ってます。この中でペット飼ってる方いるでしょ。犬飼ってる方いる。あ、猫飼ってる方。あ、犬飼っ、大体ほぼ同じだね。犬飼ってる方にお聞きしますが、犬っていうのはうつ病になるんですかね。なる？どんな時になるんですか。飼い主に捨てられた時。ということは犬は飼い主は認識することができる。できる？じゃあ飼い主が気絶して倒れたら犬は助けに来て誰かに報告に行ってくれる？日本でその実験をした番組があった。見た？何匹か気がついて助けに行った？行った？一匹も行かなかったよ。犬は神を認識することができます。有名な話がある。有名な話がある。お父さんだけがクリスチャンじゃない家庭があったの。小学校の子供が作文に書いたんです。うちの家で食事の前にお祈りをしないのはお父さんとポチだけです。いくらね、犬と遊んでてもね、食事時になって犬に餌やるでしょ。ポチちょっと待ちなさい、祈ろうって言ってあなた祈り始めるじゃない。その時に犬とあなたの間には越えることができない溝があるの。これが動物と人間の差です。人は心の中に神を求めてやまない性質がある。空白がある。永遠を思う心がある。これが人は神の形に似せて創造されている。だからあの人の心、あれはね、牢獄に入ってるけども、あの心はハートがあるでしょ。神の姿があるんです。2番目、ご一緒に読みましょう。創造主に反逆して生きる人間はあらゆる束縛の奴隷となっています。車がガソリンで走るように、人は神とつながることによってのみ豊かな人生を生きることができます。しかし人は神に反逆し、自分勝手な道を歩むことを選びました。この神への意図的反逆を罪と言います。罪という漢字、皆さん書けますか？今顔を上げてください。今見たばかりだからね、これ。どういうふうに書く？上に何て書くの？ほんで下が？火って書く。上4だと思ってるでしょ。あれ4じゃないんだよ。これ4じゃないよ。上はこのね、言葉は2つの言葉からできてる。まず下から言おう。下の火っていうのは犯罪人のことね。で、上の4っていうのは何かというとネットです。網で、昔江戸時代のザトウイチとかああいう映画見ると、まあザトウイチでも何でもいいんだけど、凶悪犯を捕まえるときに網をバサッとかぶせてやるでしょ。つまりこの罪という言葉は、悪いことをした人が網で捕まって人々の面前で恥を受けている状態、これが漢字の罪という言葉の意味です。日本文化はこれに似てます。日本人は絶対者である神の前に悪いことをしたかどうかというよりは、見つかったかどうかの方を重視します。だから見つかって恥をかいたら罪を犯したという罪意識が出てきます。見つからなければ平気なんです。それが罪ということ。ところが聖書が言う罪というのは違うんです。聖書が言う罪の定義は何かというと、一つは的外れです。的外れ。二つ目は自分が神のようになっていること。自分が神のようになっていること、まあ、夫婦喧嘩の原因はほとんどこれだよね。神と神の喧嘩だよ。
そうでしょ。大抵どちらが勝つか決まってますけども、自分が主導権を握ろう、自分が神のようになろうとしている。から3番目に、クリスチャンでない人は教会行くの嫌がりますが、なぜかというとすぐに罪人だと言うからって。教会に行くとね、あなたは罪人だって言われるのが嫌だって。罪っていうのは3番目ね、これはあなたは全部悪いって言ってんじゃないんです。罪っていう言葉はどの点を取っても、あらゆる点において私たちは神の基準に達していないということ、これが罪です。例えて言えば、僕は日本でメッセージするときによくこの質問するんですね。この中で泳げる方は手を挙げてください、言います。泳げる方は手を挙げてください。ああ手を挙げたね。どれぐらい泳ぐんですか。100メーターぐらい。あ、ごめんなさい、ちょっと僕の質問の意図は伝わらなかったね。私が聞いた意味は、あなたは千葉県から太平洋を泳いでロサンゼルスまで来れますかという意味だったんですけど。でここでね、神様が清くありなさいって言ったらそれぐらいのことなので、私たちが泳げますって言ったら100メーターね、大丈夫、100メーター泳げたら大したの。だって5メーターぐらいで手を挙げた人いるもん、ここで。つまりね、人間が言うレベルっていうのは100メーターか5メーターぐらいのレベルで勝った負けた言ってるわけですね。ただ神様の基準っていうのは太平洋を泳ぎ切るぐらいのことを神様はおっしゃってるわけ。その基準に照らし合わせると、私たちはあらゆる面において神の基準に到達していない。これが罪ということの内容です。次のページいきましょう。10ページ。人間が罪を犯したその理由は何かというと、エデンの園に置かれた善悪の知識の木を食べた。これは皆さん、リンゴじゃないからね、言っとくけど、リンゴって書いてないよ、あれ絵の影響だね。絵の影響相当強いよ。男の人のここの、これなんていうの、うん、英語でね。日本語でなんていうの。日本語ではのどぽとけど仏さんだよ。だから骨を拾うときに最後にこれを持ってきて仏さんですというわけ。おかしなことだね。英語では皆さんおっしゃったようにアダムズアップルでしょ、アダムのリンゴでしょ。女性にはないでしょこれ。女性も男性もエヴァもアダムも食べたんだ、リンゴ。リンゴじゃないけどね。神様こらーって言ったと。エヴァはごくりと飲み込んで、アダムは引っ掛けちゃった。まあこれはジョークですよ、聖書に書いてないからね。これはね、どういう果物か書いてない、聖書に。何でもいいんです。私はこれはね、パパイヤじゃないかなって常から思ってるんですね。なぜかというと私がパパイヤ大好きだから。これだけ食べちゃいけない、他全部 OK だった。これは神と人間の関係を試すものとなったんです。人は最後にそれを食べますよ。食べた結果どうなるかです。なぜ食べたか、どこに問題があるのか。それは食べたら罪が入る毒を持ってる果物だって思ってる人もいるの、聖書研究すると。あ、私がそう思ってたっていう人いるかもしれない、ね、そんなことじゃないのよ。これはそれ食べたら罪の毒があって罪が体に回っちゃったって、食べる時の動機が問題なんです。動機は、神様はこれを食べたらどうなるって言ったの、あなたは必ず死ぬって言ったんです。神はこれを食べちゃいけないって言ったんです。神は食べちゃいけないとおっしゃったけど、これがいいかどうかは私が判断するって言って決めたんです。つまりそれは自分自身が神になり、神のように善悪を見分ける目が持つということです。神様の計画はそれを食べずして善悪の知識を学ばせようとした。しかしアダムとエバはその一部になることによって、罪の一部になることによって善悪の違いを知ってしまった。
その結果いろんなものがやってきたんですね。あそこに束縛されてるでしょ。罪人はいろんな束縛の中にあるんですよ。10ページ見てください。括弧の1、はい、読んでください。人は自分の過去を恐れています。皆さんの中で向こうからパトカーが来たら急に緊張する人いない？アダムとエバは園の木の間に身を隠したんです。神様が来たら、それまでは安心してたのにね。皆さん、今週まずかったなと思った時、教会に行ってねメッセージ聞く時に牧師の顔をこう見上げるっていうのは辛いことない？秘密を教えてあげようね。牧師の方は大体わかるんです。皆さん1週間どんな生活してきたか。神様と一緒に歩んだ方はね、顔が30度上向きになってます。今週まずいなという人、大体下向きですね。あれ後ろの方に座るとかね。で、私たちはね、やっぱり自分の犯したことのゆえに闇に隠れたい、身を隠したいってことはある。今笑った方は全部罪人です。経験があるんだから。2つ目、人は自分を直視することを恐れています。アダムとエバは自分の姿をそれまで喜んで受け入れたのに、イチジクの葉をつづり合わせて腰の覆いを作った。この箇所は多くの人が性的な恥、恥じらいっていうふうに解釈する。これそうじゃない。だって梅を増えよ、地に満ちようと神様おっしゃってるんだから。そうじゃなくて、これは自分の姿をそのままで直視できないで、何かで飾り立てないとどうしようもない人間の姿ですよ。で、現在私がいろんな方と牧師として相談に乗ったりカウンセリングしたりして、問題がある人の特徴は自分で自分を受け入れることができてないということです。私はもうね、今から30年ぐらい前にね、アメリカから来られたある説教者の通訳をしていて、初めてこのことを聞いたの。最近はよく言う人がいるよ。私初めて聞いたこの話を。その先生はね、朝起きると真っ先に洗面所に行って、鏡の前に立って、鏡の向こうからこちらを見てる人に向かってニコッと笑うんだって。で、アメリカ人だから英語でね、こう言うそうですよ。 I love you。 ニコッと笑って、私それ通訳しながらね、背筋がゾクゾク。いや、俺にできるかなと思って。皆さんできる？ね、罪人はこれ難しいんだよね。だいたい鏡の前に立ってニコッと笑おうとしたら、この辺が引きつるんです。で、 I love you って言う人、 I hate you。 これはね、やっぱり罪の重荷を持っている人間の特徴ですね。それから3番目ね、人は隣人と平和に暮らすことができない、隣人と。これも大変です。神からアダムが責任追及された時に、アダムは神様に、あなたが置いたこの女がって言ったんです。エヴァになすりつけた。エヴァはこの蛇がって言ったんです。みんななすりつけなきゃいけない。蛇誰になすりつけますか？蛇はなすりつける相手がいないので、腹を地面になすりつけたっていうジョークがあるから。私たちの喧嘩っていうのは大体ね、これさっきのね、神になろうとしてるのと合う責任のなすりつけ合いですね。物事がうまくいってる時は喧嘩って起こらないの。だから、なんかイライラしてくるとね、自分で重荷を負えないと大抵喧嘩が始まります。例えば子供が成績をもらってきてオール1だとするよ。奥さんイライラしてますよ。ご主人帰るのを待ってますよ。ご主人は会社でいい話があったから喜んで、ただいまーって言ったら、あんたのせいよってブワーッと飛んでくるでしょ。おおと思うじゃない。時速150キロぐらいでブワーッと言葉が飛んでくるわけ。何をこの野郎、お前が育て方悪い方、今度160キロぐらいで投げ返すでしょ。こうやってね、玉が行ったり来たりするわけ。これ夫婦喧嘩で、日本では犬も食わないって言うんです。これ人は隣人と平和に暮らすことができない。だからね、こういうその重荷を負って絶えず争いが絶えないグループっていうのは居心地が悪いですよ。ポイントはね、自分の存在に安心感を持ってること。自己充足、自己充足ですね。それから4番目、括弧読み、人は物質を支配するよりも物質に支配されている。物は決して悪ではない。物そのものは、物の御用が始まるとき、
本来善であるはずのものが人間の尊厳を破壊し、争いを引き起こし、束縛をもたらすものとなります。ところが、物よりは人の魂の方がはるかに価値がある。11ページいってください。括弧5番目、人は死を恐れています。これ僕ですよ、僕の状態です。死がやってくると、その人の全ての可能性に終止符が打たれ、全ての活動が停止します。死は不条理なものです。聖書の中には自然死という考え方はない。全ての死は不自然で悲しむべきものです。そして全ての人が意識するとしないとにかかわらず、刑の執行を待つ死刑囚のように生きている。これが人間の状態です。さあ、それでは絵に注目しましょう。ここまでのところ絵で復習しましょう。押さえてくださいね。8ページを開いて横に絵を置いて、絵を押さえながら見ていきましょう。1番目、胸にある光り輝くハート、これ押さえてください。わかりました。これは人は神の形に似せて創造されたということを表しています。その次、獄の中で光に背を向けて立つ人、後ろから光が差し込んできてるでしょ。この人は背中向けてるじゃん。創造主に反逆して生きてる人間です。1番目、重荷を背負ってますね。なんかボロでつぎはぎしてるけど、人は自分の過去を恐れてる。2番目、仮面をかぶってますね。人は自分を直視することを恐れている。3番目、隣人を蹴飛ばしてますね。人は隣人と平和に暮らすことができない。4番目、財宝、足に縛られてますね。人は物質を支配するよりも物質に支配されている。4番目、時計、何時指してる？12時5分前、上にドクロがあるじゃない。人は死を恐れている、死の予感を恐れている、ね、これで前半が終わりです。2課の前半が終わりですね。では隣の人と絵の概念を指を指しながら復習してください。5分間時間を取りましょう。